はい、それではね、まずは、この椅子から行きますかね。こんな感じで椅子があります。そしてホーローのディナーセットなんかね、こんな箱に入ったやつ、これも開けてないんでね、後からちょっとまたね、中身の方は後から紹介します。一通りね、今こんな感じであります。で、上はまな板の3点セットとかね、で着火剤、ほんでこういうのとかで、バーベキューグリルね、グリルはこの横の方に、今こんな感じでバーベキュー用の串とかで、串ももう錆びちゃってますね、さすがの感じになってます。で、こっちには木炭、そしてこんな感じで、はい、テーブルですね。はい、こんにちは、まこじです。はい、今からもうかれこれ30年ぐらいになるかな、に子供らがね、まだちっちゃい時にキャンプの道具一式揃えて、で一回使っただけのキャンプ用品、今ちょっと汗かきながらちょっと今引っ張り出してきたんですけど、えらいことになってましたわそれをね、今、使えるかどうかね、またちょっとお掃除しながら、ほこりかぶってすごいことになってるんで、またそれを今からちょっとお掃除したいなと。で、使えるもの使えないものっていうところで、ちょっと見ていこうかなというふうに思います。はい、それではまず椅子からご紹介していきますね。折りたたみの椅子なんですけど、このやつね。で、この椅子はこうやってこのままバン、はい、こんなになります。はい、座れますよ。はい、なかなかね、火もついとるし、まあまあなんかね、使えて、で結構色あせはしてます。で、椅子は全部で4個あります。はい、もろもろね、結構ほこり、もう30年のほこりかぶってえらいことになってるんで、ちょっとね、掃除しながら紹介でだけしたいと思います。うわ、すんげー真っ黒け今これ箱から箱に入っとるのは、よいしょ、こんなもんかな。はい、ホーローのディナーセットっていうね、アウトドアギアのファインフィールド、品番は OW-1624。 もうね、多分この品番なんかもうないと思います。大丈夫なのかな、ちょっと開けてみますね。入っとるものはカップが4個と、プレート、そしてボール、各4個ずつ入ってるやつですね。わっ、ほこり、中までほこり入ってる。はい、こんなカップ、このカップ、そしてお皿、はい、こんなでっかい、何十センチ、25センチぐらいある、25センチぐらいありますね、26センチですね、のお皿が入ってます。でね、こ
これはまあまあまあ、もう一回きれいに洗い直してね、では使えると思います。よいしょ。では次はもう順番とか関係なくね、もう手当たり次第に順番にいくね。これもこれ定価12,800円になって、あ、消してあるわ。11,520円。何やこの高いの、なんかすごい値段しとる。はい、この値段見えるかな。これ大昔の値段なんでね。で、野外炊飯器、お米炊くやつかね。で、なんかこんなやつです。で、使い方はなんかここに横に書いてあります。はい、これがよいしょよいしょよし、行って、わっわっ痛ね。これ封切ってないですね。よいしょ。ね。これはまな板と包丁3点セットです。このやつね。これもありました。押して。これは何？着火剤。こんな着火剤でした。どうやって使うんかね。また使い方から勉強やね。押して、あ、ぶた。こういうのってどうなんかね。年数関係なく使えるんかね。発熱体このやつ、これ2個入ってますね。このやつありました。そして、うわ、これもすごいことになってる。よいしょ。30年の誇り、やばいやばいよ。これ、今日の汚いの見たくないか。え、こんな違うんですよ、ほこりかぶって。やばくないですか。なんか飛んできた。よいしょ。これは調理ホーローのクッカー。ホーローキャンピングクッカーセット。はい、このやつ。この中にね、セットで、鍋とフライパン、鍋2個、フライパン2個、なんか入ってるっぽい。え、なんだこれ。なんかこんなん入っとった。あこの鍋のところに何かつけるやつやね。キャーキャー、やばいやばい。虫の死骸が、これは削除します。キャー、虫が入って中でミイラになってる、やばい。はい、綺麗になりました。こんなお皿とかね。え、お皿？蓋？あ、蓋よ。あね、蓋でした。蓋でした。で、こんなね、やつが、フライパンとかもろもろ入ってます。
これ1個ずつね、また今度ちょっと1回別バージョンでお届けするかもしれないですけどね、まあ、今回はとりあえずこんなんがありますよっていう、で30年ぶりに開封したらどんなんかなっていうところだけ見てください。よいしょ、押してあとはメインはこれじゃね、わあとはじゃん、来たよ、一番のメインどころ、キャンプといえばキャンプといえばテントですよね。テントですよ、もうほこりかぶって一応ね、中広げて紹介するわけにいかないんで、今ちょっと箱だけふきふきして、そして箱でどんなやつかっていうところだけ紹介しますね。ドーム 6FL、 なんかどんだけ変わっとるんかね、30年間、30年、今めちゃくちゃキャンプとかテントとかそういうふうなのでね、で、まあ、車中泊含めてそういうの流行ってるじゃないですか。はい、こんな感じで、ドーム 6FL 6人用、孫じいはね、家族5人です。で、子供が3人で、子供がね、ちっちゃい時、一番上が小学校ぐらいの時かなの時に買って、で、置いたやつなんですけどね。で、まあ、箱をだんだん動かしとったらバラバラになってきたんで、一応ね、そんなテントですと。よいしょ、はい、こんなやつ、こんなバッグになってますね。これ本当にね、一回あの子供らとね、家族で裏庭でテント広げて、でそこでご飯、晩ご飯一回食べて終わりましたあと子供らはね、テントの中で寝ると、全部みんな内中入ってテレビ見たいよっつって、内中入っちゃったんで、あ、もろもろなんか中に全部入っとるみたいね。これ確か底付きのやつで、底がついとって、押して、これ今時どうなん、ペグ系かな、なんかこうつないでってこうドームにするっていう多分タイプやったと思うんですけど、これはペグかな、が一式入ってますね。嘘、今ふと思ったんやけど、この先っちょってこんな丸っこいままで大丈夫な、なんかとんがってなかったっけ、わかんないけどで、なんかロープがいっぱい入ってます。これが一式入ってます。で、あとはね、ちょっと出せないんで、今ね、実はこれなんでこんなんかなって言ったら、今前回の動画でもちょっとちらっとだけ話したと、中で話しとったんですけど、野尻湖に行こうかなっていう話、ちらっと行きたいなっていう話したじゃないですか。で、それを今今回は、もしこれが使えるんであれば、これを使って、で、
キャンプがてらお泊まりでしようかなと。その方が保険金みたい感じなんやけど、釣りで取れ高なくてもこっちでなんとかなるんでね、一石二鳥狙うかな。だけどね、あの二頭ものは一頭も得ずってどっちつかずになったりとかね、うん、するかもしれないですけど、一応ね、あのそんなので、まあちょっとふっと思い出して、あ、そういやキャンプ用品あったなっていうので、ちょっと今ほじくり出してみました。だからまたね、今度一回、今回はあのこんなもんありますよっていうところだけの紹介になってると思うんで、なってますけど、よいしょ、あとねこれバーベキューグリル、これはもうやばいっしょ。これはもうほら、もう錆びてすごいことになってるし、これは多分後からね、買い足ししたもんやとは思うんやけどね。で、一人でね、ここまではちょっとやらないやろなっていう気はしなくはないです、ね、慣れてきたらまたいずれどっかでね、またキャンプ動画とかね撮れれば、あのそういうような時行くかもしれないし、ひょっとしたら、うわ汗が、ごめんなさいね、もうすんごいっすよ今日も。倉庫の中32度あります、暑い。で今度ね、あのまこおばあちゃんとね、もう老後のキャンプじいちゃんばあちゃん2人であのキャンプとかね、のんびりっていうのもひょっとしたらあるかもしれないし、まあそういうのをね、まあどこまでできるかっていうところね。あ、もう一個ある、よいしょよいしょ。はい、次はこれはテーブルです。折りたたみのねテーブルなんですけど、大きさは600×60センチ角が開いて1メーター20×60センチの大きさになるアルミのテーブルです。折りたたみ式のね。でこういうのもあります。今は中は出さないです。はい、そんな感じで今もろもろね、今もご自身の手元にある大昔のキャンプ用品をちょっとご紹介だけ今回はして、これで終わりたいと思います。またね、いろいろこの後またこれのね、あの一個ずつ使える使えないっていうのもあるけど、まあ、そういうのもね、あのこれからちょこっとずつアップしていくかもわかんないですけどね。またそういうところで、またもしよろしければチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。じゃあバイバイ。